ありがとうございます。ということで、今宵もご視聴いただきましたが、イラさん、来週は人口減少社会。はい、来週はですね、これ前々からやりたいねって言ってたんですけど、うんうん、特にこの、河合さん、河合雅史さんが書いた、未来の年表、僕今持ってるのは未来の、ね、地図帳の方、これシリーズ化して累計で、もう100万部とかは売れている本なんですけど、うん、ここを手がかりに人口が減った世界でどう生きればいいのかなとか、うん、人口が減った時に日本ってどうなるのかなっていうのを考えていこうと思います。はい、ということで楽しみにお待ちいただけたらと思います、はい、それではまた来週お目にお耳にかかりましょう。はい、おやすみなさい。